い、どうも、りょうへいです。よろしくお願いします。はい、本日も引き続き、入間市モンタンスポーツさんへ来ております。はい、ということでね、今日土曜日なんですけど、まあ、いつもね、いない方が、今日は出勤、しているということで、ね、ちょっと映ってるかな。じっくり映ってないか。まあ、そういったことで、まあ、入間モンタンスポーツといえば GS ですよね。これです、僕。ああ、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。ありがとうございます。この前ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。いやいや、こちらこそ。しかもね、グローブ紹介もそうっすね、撮っていただいて、あの時はやらせホームラン打っちゃったんで、今僕らが喋ってる動画に関しては後日。ああ、そうなんですよね、はい、あれはめちゃくちゃ面白い動画だと思うんで、はい、完璧に野球の方でね、完璧に、はい、どこまで飛ばすんだぐらい飛ばしてるし。ああ、そうですね。ということで、はい、まあ、ここモンタンスポーツということは、はい、まあ、GS グローブ発祥の地とか販売最初の。そうですね、まあ、ありがたいことにやらせていただいてますね、はい、じゃないですか、はい、で、店員さんじゃないですか、はい、店にある GS を生みの親に、わかりました、全紹介していただけないかと。はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあまず1個目からいきますか。1個目ですね、ピッチャーからいきますか。そうですね、ポジションごとに。これがですね、公式の投手になるんですけど、はいはい、PC1 っていう方です。うーん、でかなり小ぶりのピッチャー用なんですけど。そうですね、はい、持った感じもかなり小さいなっていう。そうです、もう軽さを売りにしてます。たまにね、重いグローブが好きっていう方いらっしゃるんですけど、振り切る人はね。そうですね、まあ、どっちかというとこれは投げるっていうよりもフィールディングに特化した方ですね。 GS っぽい。そうで、なんでこれ小ぶりでフィールディングしやすいかって言ったら、はい、内野手をピッチャー用にしてるんですよ。スラッカーでいう L7 みたいな。そうですね、まあ、そんな感じなんですけど、内野手用みたいな、うん、投手用を好む方にはぴったりのグローブですね。なるほど、これ一緒なんですよね。一緒です、右と左で。で、違うのが、はい、縦閉じか。そうです、閉じ方が違うぐらいですね。はいはい、それが横閉じダブル。はい、これが縦閉じ。そうです、まあ左だから縦っていうわけじゃないんですけど、右を入れちゃったんですよ。あ、そういうことね。右の縦閉じを入れちゃったんで、はいはい、ちょっと横閉じのものを追加したような感じですね。はい、なんかサイドスローの人とかめっちゃ好きそう。そうですね、僕がね、これ僕がまあ作ったんですけど、はいはい、僕もともとピッチャーだったんで、こういう感じでこう使うんですよ、体をね。はいはいはい、だから横閉じにしました。引くというよりかは、そう、巻き込んで入れるんだよ。そうです、こう握りつぶす感じ。なるほど、こっちは縦に使いたい人、はいはいはい、っていう感じで、作りました。本当にカラーリングもね、やっぱキャラメルですよね。そうです、美味しそうな色。そう、美味しそうって言っていただいたらもう嬉しいですねもうそんな感じで作ってますんで、ピッチャーの方にぜひ使ってほしいものとなっております。はい、じゃあ次内野手を。内野手をいきますか。内野手でもめっちゃありますよね。めっちゃあるんですけど、うちの人気型番でいう、はいはい、当てはさみ型っていう、うんうんうん、型番にして多い46型っていう、まあ、二遊間。そうです、二遊間向けのグローブです。でそっち両江さんが今持ってる黄色の、これバナナイエローっていう色なんですけど、うんうん、これは、27.8cm の小ぶりです。そうっすね、多分持っていただいたら分かると思うんですけど、はめても大丈夫ですか。はい、どうですか。俺ですら手が入らない。そう、もうちっちゃくて軽いっていうのがまず第一印象だと思うんですけど、うんうん、使い方は5本指で補給面を広く使う、はい、そうですね、ここがマジで広い。そう、なんか土手に対し向かって逆に広くなっていくようなイメージ。そうですね、もう本当にカッて開くような感じで、最近の流行りで言ったらやっぱり大型の小ユニ、はい、ウィルソン、まあ、あちらの方みたいな、ね、たくさんありますけどね。そう、こんな方が今主流なんですけど、やっぱり時代逆行して守備上手くなるためにはやっぱり5本指の広い浅いものを使わないといけないなという。荒木さんモデル。そう、もう本当に考えた大井くんがやっぱ井端さんが好きなんで、はい、まあ、そういうのを意識して作ってます。そう、なんかもう僕言っちゃったのはね、はい、ワンピースだからっていうのもあるんですけど、はい、一世代前って言ったらいいのかな。そうですね、二遊間モデルっぽいなっていう。そうです、おっしゃる通りなんですけど、やっぱり今小ユニが主流ですけど、やっぱ時代絶対回るんで、絶対これが主流になる時また来ますんで、やっぱり守備を極めたい人はこれっていう感じですね。5ミリアップしない場合ちょっとちっちゃくなるんで、うん、しっかり腰を落とさないと、ダメなんですよ。トンネルもするし。そうです、この辺のイレギュラーも処理できないしみたいな。そうです、なんでもうちっちゃいグローブで守備うまくしたいっていう方はこちらで、こっちですね、ここでここ側でゴロを取る、こっちですね、ここでゴロを取る、で、はいはいはい、逆シングルはウェブで引っ掛ける、まあこっちの方で。そうです、なるほどなるほど、っていうような使い方まあね、ワンピースだからね、はい、耐久性もありますからね。そうです、伸びきらないんでワンピースは。でこれがノーマルタイプ、はい、サイズズバリのモデルなんですけど、はい、これじゃあちょっと不安だなっていう方はこちらの5ミリアップ。全然ああ違う、全然違う、全然違う、でげでげでげ、されど5ミリって感じで、うん、本当に全然違う印象なんですけど、こっちはもうちっちゃいのがちょっと不安だなっていう方、はい、でも浅くも使えて2箇所で、こっちでゴロ、こっちで逆シングルだったり送球だったりとか。そうです、これをの特性を生かしつつ、はい、より大きくした。
そうです。やっぱり高校生とか中学生とかだったらこれもベストなんですけど、うんうん、やっぱり社会人とか草野球とか、はい、あと背の大きい高校生とかは不安だと思う。最近大型内野手とかっていますからね。そうですそうです。本当おっしゃる通りで、本当にこれこっちじゃ不安だなっていう方にはこっちを押してます。マジで全然違う。別に全然違います。同じ方なんだろうけど元は、はい、そうなんですよ。全然違います。びっくりするほど違うんで。これは今モンタナスポーツにある在庫なんですけど、レース色違いで。ああ、じゃあ肩の下は一緒。一緒です。これ5ミリアップ2つあるの、はいはいはい、ありますんで。ちょっとね変化を入れたいっていう方はこっちだし、そうですね、オールキャラメルでいきたいっていう方はそうです。まあどっちもあるんでね、好きに好みによって購入できるのかなと、ね、ラベルも一緒か。僕らの GS 大人気のシルバー、うんうん、で一番人気なんでこれ、はいはいはい、シルバーラベルで5ミリアップ。これエグいな。エグいっす。やっぱでも当てはさみ本当に好き嫌い分かれる方なんですよ。うん、水野が好きっていう方は多分合わないやつなんですけど、合う人には本当に合うんで。まあスラッカー寄りなのかな。そうですね、スラッカー寄りですね。どっちかというとスラッカーとか、はい、ちょっと一世代前の Z とか。そうですね、ちょっと浅めのあの小ぶりのグローブを探してる方は合うと思うんで、ぜひ一度見に来ていただければなと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、一応部類としては最後になるのかな。はい、まあ、さっきのが手挟み型、内野用の一番人気なんですけど、はい、うん、次外野用の一番人気、はい、まずですね軟式仕様。軟式仕様と言いましてもね、一応公式でも使えるような革を使ってるんですけど、まあ、革はそうですよね。そうです。これが外野用がっちり掴み型と申します。はい、いやー、はい、深い。深いんですよ。深いんですけど、片付けで深すぎず浅すぎずっていうのを目指してやってます。この前ゴリス僕のグローブ紹介してもらった時の片付けで、はいはい、あ、そんな感じするなとは。そうです、ちょっと斜めなんですよね。そう、斜めで小指側がちょっと巻き込んでくるような感じで、はいはいはい、片付け済みだから。これ片付け済み？済みですね。そうね、分かりやすいかなこれ。本当にこう巻き込んでくるような感じで、うん、親指小指じゃないんですよ。親指小指薬指っていう感じです。片付けとしては、はい、つかみの内野手を。そうですね、つかみでひねってくる感じ、うんうん、ひねりパカパカ型みたいな感じで今やってるんで、はい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 、一応これがですね GS で別注モデルと定番価格モデルっていうのあるんですけど、うん、はい、こっちは大量生産してるんでちょっと安い38,500円。なるほど。でこれが別注で僕が考えて少なく作ったもので44,000円はい、になってます。ゴリスポーモデル。そうです。っていうのががっちり掴み方で軟式で2つありますね。はいはいはい、はい、マジででけえ。でかいっす。でかいんだけど、はい、さっきのその片付けの問題や片付けの仕方で、はい、でかさを感じすぎないのかなっていう。そう、それを言っていただけたら非常にありがたいです。本当に片付けでこんなに変わるんだと。もう僕ら片付けで売ってるようなもんなんで、がっちり掴み方は33センチなんですけど、もう体感32センチぐらいにしか感じないんですよ。そうですよね、やっぱ横になって、はい、ちょっとひねってる分。そう、完璧な完全体よりかは長さがちょっと出づらいですからね。そう、でも、うん、人間ってこうよりこうの方が確実に、はいはい、掴む力あるんで、はははは、これよりかはねこっちの方が絶対。さすがキャッチャーですね。だから僕もあのこういう引っ掛けしかキャッチャーミット使わない。あ、なるほどですね。なんでそういった点ではやっぱちょっとずれてる方が力入りやすいのかなっていう。そうですね、まあ、あの僕が軟式じゃなくて外野手として数年間プレーしてきた、はい、経験してきたことを肩に落とし込んでるんで、やっぱ落球率も減りますし、うんうん、っていうこだわりの片付けをやってます。なるほど。で、はい、ウェブもこだわりありますよね。ウェブあります。ウェブはこのダブルクロスっていうのを使ってるんですけど、はい、これ本当に収まりがいいんですよ。ボールを掴んで離さないっていうのはまさにこのウェブのことです、ね。うんうん、外野って本当いろいろ網ウェブとかいろいろあるんですけど、はいはいはい、これはもう取った感触がちゃんと手に伝わるんで、まあ、あの一個一個がね、はい、紐よりもちろん太いですし、はい、だから耐久性もあるけれども紐よりごちゃごちゃしてない。そうです。っていうのもありますし、あと他者との差別化を図るためにあんまり見ないウェブを搭載してるっていうような感じです。メジャーリーガー地区っぽいですね。そうです、アメリカンタイプですね。こちらどっちかというと、一応これ公式用もあります。はいはいはい、公式用でこれ限定色なんですけど、これ言っていいのかな、なんだっけ、リークエストの限定に似てないっていう。そうですね、まあ似ている色ですね。あのワインブラウンっていうカラーなんですけど、DQS のモンタナスポーツの限定品はジュテルさんの革使ってますんで、こっちは手なじみが良くて、はいはいはい、オイルもしっかり塗れる革なんで、どっちかというと一般層向け、うん、あの革に、ね、やっぱジュテルさんの革っていい革の分扱いが難しいっていう。修復力ありすぎて元に戻りますからね、硬さ。そうですね、やっぱ好きな人はジュテル製のレザー使うんですけど、やっぱうちのレザーは手なじみが良くて学生さんも使いやすい革なんで、まあ、こっちを好む方もいらっしゃいます。テラダスの公式。そうです、北海道産のね、はい、革使ってますからね。そうです、手なじみがいいワインブラウンで今出してますんで、うんうん、ぜひ見に来ていただければなというふうに思います。はい、はい、これでとりあえずは以上です。入り口のところにねサンプルもあるんですよね、はい、あります。今定番としては
店には置いてないけれども、はい、オーダーとしてはできるよっていうありますねのももちろんサンプルで、はい、ピッチャー用と外野用あれですよね、バックサイドが全く、ね、そうっすね、指がない出すのがないノーホールっていうやつもあるんで、はい、見に来てください。はい、まあ、ここに来ればね、まあ、聖地ですから、はい、GS のぜひいますからよろしくお願いします、はい、ということで、本日は、ゴジスポ君に出演していただいて、イルマモンタンスポーツにある GS グローブの紹介をさせていただきました。はい、ありがとうございます。はい、走るおいチャンネル with ゴジスポ YouTube チャンネル GS インスタグラム、はい、ゴジスポ君のインスタグラム概要欄にありますのでチェックお願いします。よろしくお願いします。はい、今 GS のこと語りましたけど、やっぱり僕のこだわりのほぼ片付けしちゃうんですよね。片付けをしてもう毎回インスタとか上げてるんで、そうそう、休憩中に全部見てるじゃん。ありがとうございます。もう GS 以外もいいグローブ揃ってますし、うん、やっぱり片付けやってるんで、はいはいはい、イメージしやすいグローブがいっぱいあるんで、はい、ぜひ見に来てください。おーやってますんで、はい、半分ふざけながらやってます。いやいやいや、グローブは片付けは真剣にやってますんで。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではあいしょー、ゲームリーシャ。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあいしょシチョヘ TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。